うん、いや、おかまね、おかま？本当は私振袖を着る予定はなかったんですね。成人式には出ないって前からもう自分で決めていて、振袖ってすごい高いからなんかもったいないかなと思ってたんだけど、人生に1回しか経験できないものだし、お母さんとお姉ちゃんが成人になった時に振袖を着ていなかったので、じゃあ私はやろうかなって、はい、思って結局振袖を着ることにしました。着物は人生でも本当に数えるぐらいしか着たことないし、ちっちゃい時七五三ぐらいの時以来着てないかな。オンラインで振袖のなんか種類とかを探してたんだけど、本当になんかいいの探せなくて、お母さんがちょうどなんかお仕事のイベントで着物を着ないといけなくて、それを探しに行く日に一緒に付き添いで着てって言われたんで行ったんですけど、結構待ち時間長くて暇だったんでカタログ見てて、想像以上にいい振袖があったので、そこのお店でレンタルすることにしました。私が着てるお洋服っていつも白黒ヌード系じゃん。でそこまで全然派手な色とか着ていないんですね。赤もたまに着るけど Go to の色ではないのね。初めはシンプルめななんか白の振袖を着ようと思ったんだけど、着物屋さんで担当だったおばさんに、もう白なんかもったいない、若いうちにしか派手な色って着れないから今のうちに着なさいって言われて、着物で何がいいかとかそこまでわからないというか知識がないから、だからプロの方に選んでもらって、おばさんにおすすめされたのが2つあって、そのうちに一番最初に着た着物が成人の日に着たものとなります。私が選んだ着物の柄の意味とか質の良さとかもしっかり説明してくれて、あとは身長が160以上あればこの着物似合うよ、足長く見せられるよって言われたんで、ちょっとやっぱいつでも足長く見せたいよね、だからその振袖にしました。自分が真っ赤で古典柄の着物を着るっていうのを想像できなかったんだけど、自分で言うのもあれだけど思ってたよりも本当になんか自分にぴったりだなと思ってて、先ほども言ったように成人の日を祝うのって人生で1回しかないし、いつものような服を着てしまうとそこまで特別って感じがしないんだよね。なのであと何年かで成人になる方は伝統的なものを選ぶのをおすすめします。こうやって着付けするのは初めてでめっちゃ感動しました。私がやってもらってる時にお母さんも動画撮影してたんですけど、ずっとすっごいすっごいって言ってて、着物を着るだけでどれだけ大変なのか今回改めて知りました。
で場所移動してもっと写真撮りに行きます。 Right?全部準備が終わった後に神社でお参りして、あと公園にも行って写真をたくさん撮りました。行った場所の名前が比叡神社で、そこの神社ってなんだっけ、仕事運出世運のパワースポットです。あのその神社でおみくじ引いた時、ちょっと大吉って書いてあって、大吉を引いたってことは去年よりももっとお仕事の量とかも増えたりするのではないかなと思って、はい、すごい期待しています。大吉。本当に？Yeah. すごい、見せて見せて。いや、おかまね。おかま？言ったらおかま。これで動画終わります。最後まで見てくれてありがとうございます。で、今年成人になられた方は本当におめでとうございます。I'll see you guys in my next video. Bye!